はい、皆さんこんばんは。はい、皆さん、最近ストリーミングサービスって結構ありますよね。 Hulu とか Netflix とか、あとゲオも TSUTAYA も確かなんか手を出したのかな。はい、そこでですね、最近 ABEMA TV っていうものがスタートしたみたいです。はい、これ何かっていうとですね、無料で楽しめるインターネットテレビ局みたいですね。はい、それが開局したみたいです。はい、これ24時間アニメや音楽番組が結構見放題っていうサービスなんですよね。はい、本当にネットさえあれば見れる番組になります。はい、しかもこの ABEMA TV なんですけど、アニメだけじゃなくてバラエティとかニュースとかペット関係の番組も24時間放映されてるみたいで、はい、結構いいと思います。アニメなんて4チャンネルあるみたいですね。はい、残念かどうかは分かんないんですけど、まあアダルト関係は多分今軽く見たんですけど、その中ではありませんでした。はい、まあネットで ABEMA TV と検索するとすぐ引っかかると思います。はい、 iPad 用アプリもあるみたいで結構快適に使えてますね。はい、一応ですね、この ABEMA TV、 サイバーエージェントとテレビ朝日が協力して手掛けるインターネットテレビ局らしいです。はい、日本でもようやくこのストリーミングサービス来てますよね。はい、ようやく来たなって感じです。はい、でもテレビ局ということでですね、何かなネットフリックスとかフールーというよりもケーブルテレビとかああいうのに近いですね。はい、まあ、インターネットさえあれば見れるって言っても、そのストリーミングで最初から見れるわけじゃなくて、時間に沿って番組があって見るっていう、まあケーブルテレビみたいな感じですね。はい、でこいつインターネットさえあれば見れるっていうのがポイント高いと思います。はい、まあこれからどうなっていくか注目のコンテンツですね。はい、まあね、今テレビの前で 4K 騒いでる人たちもいいかと思うんですけど、やっぱこういうねストリーミングサービスが伸びてくると個人的にはすごい嬉しいと思います。はい、ではでは、今日は ABEMA TV についてでした。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンよりぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。